どうも。さて今回ね、自己否定の対策を一つご紹介していきます。この自己否定っていうのは、例えば自分が何か失敗してしまったりだとかした時に自分を猛烈に責めてしまう。やっぱり自分ってダメなんだとか、そういう考えから自分の、自分を受け入れられなくなっちゃったりとか、自分の失敗をさらに責めてしまったりとか、そこを何度も考えてしまって、失敗したことね、何度も考えてしまって、その結果としてメンタルがこう、落ち込んでしまったりとかっていうことにつながってしまったりもするし、この自己肯定感みたいなものもなかなか培われない。要するに自分を受け入れづらいとか、自分の考えを受け入れづらいっていう状況になってしまったりすると思うんです。なので、やり方としてはですね、自分を受け入れるやり方というか、自分の頭の中に出てくること、自分を否定することが頭の中に浮かんできたときに、それに対して反論してあげてください。で、反論するときのポイントが、一つあって、ものすごく丁寧な言葉で反論してあげてください。この丁寧な言葉っていうのがとても大事で、例えば、だから自分はダメだとかで、考えてしまった時に、うわー、考えちゃった。でもそんなことないとかっていうふうにこう自分を否定する、自分じゃない、その頭の中の、イメージに対して否定したりすることはできるんだけども、ではなくてどちらかというと、ああ、ダメですよと、そんなことを考えたりして自分を責めてはいけませんよ、みたいな感じで、他者が何かね、こう、否定してくれてる、自分の頭の中に出てくるイメージを否定してくれているような感覚で、自分の、自分の感情とか、自分の頭に浮かんでくることとか、自分を責めてしまうことに対して反論してあげてください。で、こういう風にやっていけると、自分の頭に浮かんできたことに対して、自分が少し距離を取ったような感覚になれるよね。こういう風に、自分と自分の頭に出てくることを距離を取る。で、距離を取った上で、いや、こういうことを考えるのは、そういうことあるかもしれないけれども、でも自分ももうちょっとその時は頑張ったんじゃないんですかとか、なので、自分のことをそんなに責めてはいけませんよとか、その時に、自分っていう、言葉を使うのではなくて、自分を指す言葉として、自分とか私とかっていう言葉を使うのではなくて、その時は自分の頭に出てくることに対して、自分の名前ね、前にも、話したと思うけども、自分の名前を自分の中で、頭の中でつぶやく、何々さん、そういうことを言ってはいけませんよと、そんなことないですよとか、そういうふうな、テイストで言葉を選んで、自分の頭に出てくるイメージだとか、自分を否定してしまうイメージとやり取りしてみてください。これが、できるようになっていくと、ものすごく、自分ごとになりづらくなっていくと、そういったものがね、そういった感覚っていうのがつかめるんじゃないかなと思います。一緒にね、今ね、やってみてほしいんですけど、いくつか最近自分を責めてしまったこと、そういった記憶を思い出して、ああ、こういうことを責めてたなと。ああ、こういうことで自分を評価してなかったなと。こういうことで自分をマイナスに評価してたなとか、自分を否定していたなって思ったことを思い出して、それに対して、あ、〇〇さんと、そういうことをしてはいけませんよとか、そういう自分を攻撃してはいけませんよとか、せっかくこういうふうにしたんだから、もうちょっと自分を評価してあげないといけませんよ、みたいな感じで、ものすごく丁寧な言葉で、そして自分の名前をその中に入れて、否定してあげてみてください。そういうふうに自分の頭のこと、自分の頭に浮かぶイメージに対して反論したりとか、否定っていう言葉をさっき使ったんですけども、反論ですね。反論してあげられると、自分の考えは少しずつこう調整できるんだとかっていうふうな感覚っていうのもちょっとずつつかめていけると思います。で、これに慣れてくると、自分の頭に浮かんできた何かね、ポッとこう、浮かんでくるじゃないですか。頭の中ってね、考えたくもないのにね。浮かんできたら、あ、浮かんできたなと。自分の頭に自分を否定するような言葉が浮かんできたな。あ、そしたら、だから自分はダメなんだと。例えば頭の中に、だから自分はダメなんだっていう言葉がポッと浮かんだとしましょう。そしたらそれに対して、あ、浮かんだな。そしたら、あ、そうだ。いや、とはいえ、何々さんはこういうことで頑張っているでしょと。なので、あまり自分を、否定してはいけませんよとか、自分を過小評価してはいけませんよ。なぜならばこういうことしたよねと。頑張りましたよねって。なので、次はこういう風な対策を立てればいけるんじゃないですかみたいな感じで、ものすごく丁寧にね、反論してあげてください。イメージに対してね。で、この時の言葉は自分が好きな人の言葉でもいいです。ものすごく自分が尊敬できるような人の言葉だとか、自分が綺麗だなと思うような言葉だとか、言葉遣いね、言葉遣いだとか、文脈はちょっと違うか、を選んで、それは漫画とかドラマとか何でもいいです。そういった登場人物の言葉を選んでもいいです。そういった言葉を自分がいいなとか、自分が気に入ったような言葉、自分の気持ちが落ち着くような言葉、そういったものをね、選んで、自分の頭の中に出てくる思考とかイメージに対して反論してあげてみてください。丁寧にね。そういうふうに、その頭の中で反論するときの、イメージとしてなりきるっていうのもいいですよ。そのさっき選んだ、自分のこういうキャラクターがいいなっていうのがあれば、自分のイメージする、自分の好きな想像像があれば、それになって、いや、そんなことないよとか。そんなことありえないとかね、そういう、なんでしょうね。そこは、ご自由にっていう感覚になってしまうんですけど、自分の好きなキャラクターで、自分の頭に出てくるようなイメージ、思考に対して、自分を否定するようなね、思考に対して反論してあげるってことを張ってみてもいいと思います。まあ、とにもかくにもね、自分の思考、頭の中に出てくることとか、自分を否定するような、言葉っていうのは、自分が出そうと思って出している言葉ではないと思います。勝手に浮かび上がってきて、そこから繋がって、そのストーリーみたいなものが繋がって、だから最終的には、だから自分はダメなんだとか、生きてる意味ないんだとか、次もこうなってしまうかもとか、この先もずっと良くないんじゃないかっていう風な考えに至ってしまうから、浮かんだ時に、その時に対してね、こう反論したりとか、いや、そんなことないですよ。奥さんそんなことないですよと。頑張ってるじゃないですかとか、ね。次やったら、次頑張ったらいけますよとかね。こういう風なものでもいいですし、そういったね、思考に対してちょっとずつ、反論してみようかな。こういうこと浮かんだ。頭の中に浮かんだ。ちょっと反論しようかな。今回はこういうキャラクターでやろうかな。今回はドラマのあの人のテイストでやろうかなとか、今回は偉人のね、あの人のやり方で、話し方でやろうかなとか、そういう、自分でそういった思考に対してね、アクションを起こすとき、ちょっと遊んでみるっていうのも、おすすめ、遊びの感覚をね、入れてみるっていうのも結構おすすめです。そういうふうに自分の中で起こっているやりとりなんだけども、それに対して真面目にね、だから自分はダメなんだって考えちゃうんじゃなくて、一旦ね、距離を離して、丁寧に反応してあげてみて、そしたらちょっとずつね、その不安に飲み込まれたりとか、自分の頭に出てくることで自己否定をするのが少しずつ減っていくと思います。あとね、その頭に出てきたことの自己否定みたいなものっていうのが、なんでしょうね、あまり意味がないとは言わないけれど、ここを、そうだな、なんて言えばいいかな。あまり意味がないとか、ではなく、真に受けないっていうのも結構大事です。真に受けないね。そんなこと言ったってしょうがないじゃないかっていう感じで、その、自分の頭に出てくることが勝手に出てきますと。それは制御できないと。しかも、たまに事実ではないことをよく言ってきます。たまにっていうか、ほとんど多分事実ではない、頭の中に出てくるイメージっていうのは結構、なんだろうな。あくまでも妄想って言うとあれだけど、今までに起きてきたイメージの中から、今まで皆さんがね、こう経験してきたことの中からこういうこと起きちゃうかもねっていう風なことが多いと思います。頭の中に浮かぶこと、自己を否定することもそうだけども。なので、現実として今起きていることではなくて、今までの過去のことをデータを頭の中でブワーっと思い出してみて、その中のイメージの一つがポッと出てきたりだとか、こういうこと起きちゃうかもしれないよっていう逆にね、先のことを考えて、こういうこと起きちゃうかもしれないよ、だからやめた方がいいよっていうのがポッと出てくるんですよね。なので、それをあまり真に受けずに、なるほどねって、この先のことが不安だなっていうのがこう頭に出てきたら、なるほどねって、こう天気予報みたいな感覚で、こういうこと、あるかもしれないな、じゃあちょっと気をつけてみるねっていう風なやりとり。イメージとのやりとり、自己対話をしてみるっていうのも不安に飲み込まれづらいやり方の一つだし、自分を否定する言葉がパッと出てきても、なるほどね、こういうふうに頭の中で出すこともあるんだね。でも、今はそういう感じじゃないんだよと。頑張ってるしと。何よりもそういったことを今は起きてないじゃないかっていう感じでこう、やりとりしていく。自己の頭に出てくることと、いろんなふうにコミュニケーションを取ってみてあげてください。一番難しいのは、難しいというよりは、あまりお勧めしないのは、考えちゃダメだとか、そんなこと、頭に浮かんでないんだっていう否定して、なんだろう、なかったことにしようっていうのが一番難しい。考えないようにしようっていうのが一番、合わないと思います。人間、面白いもので、白熊のリバウンド効果かな。とか言ったりするんだけども、考えないようにしようとするとより考えてしまうっていう風な実験があったりもするので、考えないようにしようとするとパッてどんどん出てくるし、そこからこう出られなくなっていったりするから、あえて向き合ってみる。自己を否定するもの、イメージとあえて向き合って、それに対して反論してみる。もちろんそれは紙の上に書いて、自分でやってみてもいいですよ。こういうこと浮かびました。じゃあこういうふうに反論しました。みたいな感じで紙の上に書くでもいいです。いろいろね、そういったことを使って自己のイメージと対話したりしてみてください。そしたらちょっとずつね、自己否定みたいなものが減っていって、むしろ自分を押し上げるとは言わないけども、自分をちゃんと見て、ちゃんと客観視して自己を過小評価せずにちゃんと評価してあげれる、状態に持っていけるんじゃないかなと思います。そのためにもね、ちょっとずつ始めてみてください。今日ね、この後、何か自分を否定するような言葉が浮かんだりとか、自分の頭の中に不安なことが浮かんだら、それに対して反論してみてください。丁寧な言葉でね、雑な言葉じゃなくてね、丁寧な言葉でやることで、ちょっとなんか、他人行儀じゃないけど、それを作ることで言葉とのイメージとの距離感が作れるからね、ちょっとずつ試してみてください。はい、そんな感じで今回っていうのは自己否定が出た時、ね、それに対して反論してみましょうっていうお話でした。丁寧な言葉を使ってね、ポイントは丁寧な言葉で反論するっていうことです。キャラクターを使ってもいいけどね、ちょっとずつ試してみてください。そしたら、お別れする前に、今回も、深呼吸3回やってお別れしようと思います。いきますよ。これも習慣化していってくださいね。とてもメンタルが安定すると思います。鼻から息を吸って、口からゆっくり長く吐く。これを3回繰り返します。いきますよ。鼻から息を吸って、口からゆっくり長く吐きます。鼻から息を吸って、口から息をゆっくり長く吐きます。鼻から息を吸って、口から息をゆっくり長く吐きます。はい。気持ちが落ち着いたかなと思います。頭の中がごちゃごちゃになっても深呼吸使ってみて、その後に自己否定するイメージと自己対話する。自己対話する自分を否定するイメージとやり取りしてみてくださいね。ではではまた。この場所でお会いしましょう。またね、ちょっとずつ良くなると思います。大丈夫です。